皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと訳あって車の中からお送りしてますけれども、2021年も暮れも押し迫りまして、毎年恒例のですね、アムナイスセンターで取れた化石の総括やっていこうかなと思うんですけれども、今年もですね、例の感染症の影響を受けまして、5月それから8月と9月ですね、まるっと、化石が掘れない時期があったわけなんですけれども、それ以外で、頑張って掘った結果出てきた化石で、いろんなものもあるわけですけれども、今回はですね、結構アンモナイトもですね、いろいろいいものが出てきてますんで、今年はですね、アムナイトの化石のベスト5なんかをやってみたいと思います。はい。アムナイトの化石今年ね、いろいろ取れたわけなんですけれども、その順位をどういうふうにつけるかと言いますと、とりあえずですね、見た目の大きさ、これでちょっとね、順位をつけていきたいと思います。はい。はい。というわけで第5位がこちらです。ででーんと。はい。わかりますかね。これアムナイトの殻の一部なんですけど、こちらがですね、ダメシテスというアムナイトの殻の一部でして、これ見てわかる通り、真ん中に、まっすぐにパッとこう、ね、線が入ってますけど、これをキールと呼びますけれども、この殻のですね、縁に沿ってぐるっとついてる、この突起というか盛り上がりなんですけれども、これがあるのが、このダメシテスの特徴で、もう一つこの細くこう湾曲してる線が何本か見えますかね。この、例えばこの上の方に2本とか下に1本とかこうやがりますけど、これがいつも言ってるアムナイトの6の部分ですね。6というと、こう盛り上がってるところがある印象がありますけど、これはちょっと粘土のヘラでこう引っかいたようなこうへこんでる感じの6なんですよね。で、大きくこう湾曲してるというのがこれは特徴ですね。はい。で、これ普通アムナイトセンターの化石ですと、こう地層に沿ってこう横倒しになってこう埋まってるんで、こうぺちゃんこにこう潰れちゃってることが多いんですけれど、これはですね、結構この本来のこう厚みというかそれが残ってるんですけど、出てきた時ですね、化石はこう地層に沿ってじゃなくて、この黄色の方をこう下にしてこういう風に埋まってたんで、もしかするとそれでこう潰されちゃうのが免れたのかなという感じですけれども、この黄色が非常に綺麗なダメシテスでした。はい。で、第4位がですね、こちらです。はい、こちらですといいと思うんですね。ここにちょっと手元にもうないものなんですけれども、今年の4月に出てきたですね、ユーゴストリコスラスという異常巻きのアムナイトなんですが、結構状態がいい、ものだったんで、最初こうクリーニングするところまではうちにあったんですけども、ちょっとね、提供してもらえませんかということで、アムナイトセンターに寄贈する形になってるんですけど、当初はですね、もしかすると、もっと珍しい、異常巻きのアムナイトだったんじゃないかなという話だったんですけれど、ユーゴストリコスラスの、割と綺麗な、標本であるという形で、こう巻いてきて、最後にこう、ひょいと、殻の口がこう、ひょいと行く感じまで残っていたんじゃないかなと思ってたんですけど、そこはね、単純にこう折れてずれて埋まってただけなんじゃないかなという感じで、決着がついたんですけれども、最初見た時はですね、壁になんかこうちょっとね、こう渦が巻いてるようなものが見えてただけだったんで、あれこれなんだろうと思って掘っていったら、そのね、ユーボが出てきたんですけれど、今年はですね、結構ユーボが出てきまして、先日、自分が最後に参加した日ですけれども、私も掘ったんじゃないんですけれど、すぐ横で掘ってらした方がですね、ものすごい、ユーボストリコスラスの化石を発見されましてですね、こちらなんですけれども、びっくりするぐらい、アムナイトセンターの化石としては状態がいいので、
まあ、クリーニング次第でどうなるか分かりませんけれども、これ結構あの形がよく残ってるんじゃないかなというユーボストリコテラスですね。はい、多分これ来年あの館内で展示されるような感じじゃないかということらしいですけれども、まあ、それはちょっと楽しみですけどね。はい、はい、続きまして第3位ですね、こちらです。はい、ドーンと綺麗な湾曲した録画見えてますけれども、アナゴ踊りセラスですね。はい、こちら若干こうなってまして、まあ、ここにちょっと傷入ってるのはこれタガネで、ちょっと、ね、傷つけちゃったところだったんですけれども、まあ、これがですね、なんと今年の一発目、1月2日 の、 あの今年の最初の化石掘りの日ですねに出てきたアナモナイトでして、まあ、これだけで驚く中で、このアモナイトのこの辺にですね、こうクリーニングしててこうポロってここら辺についてた石がこうポロッと落ちた時に、そのポロッと落ちた石をひっくり返したらびっくりしたのが、ヘキサンカス、サメの歯ですね、あれがここにくっついてたんですよね。はい、もしかしてこれってサメにかじられたアンモナイトなのという感じなんですけど、まあ、ちょっと生息域が違う生き物らしくて、まあ餌を食べるときにはこう浅いところに上がってくるサメらしいんですけど、まあ、普段はこう深いところにいるサメらしいんで、まあ、それはちょっとないんじゃないのという、まあ、判断を受けましたけども、まあ、今年の一発目、はい、これでドーンと出てきたわけですけれども、まあ、ちょっと心配したことで、まずこれがピークになって、それがあとはこう、ね、自利品になっちゃうんじゃないかって思ってましたけど、まあ、結局は、このアンモナイトを超える、まあ、アナゴドリセラスとか、まあ、このサイズのクラスの大きさのアンモナイトは、まあ、これをが最初で最後になっちゃいましたけれども、まあね、非常にいいアンモナイトが年明け早々に取れましたということでしたね。はい、はい、そして第2位なんですが、こちらです。はい、こちらも今手元に現物がないわけですけれども、まあ、今年の10月にですね、掘り出しました。またこれも異常巻きのアンモナイトなんですが、まあ、最初こう掘り出した時は普通にこうまた有望ストリコセラスかなと思ったわけなんですけど、まあ、ちょっとクリーニングするとこの殻の縁のところにこうボコボコと、まあ、なんかこう尖ったものが見えてきたんで、あれこれもしかしてそのちょっと珍しい異常巻きアンモナイトなんじゃないかなと思って、その掘った翌週に、まあ、その近くを掘ってたらば、まあ、多分この化石の続きってものが出てきて、同じようにやっぱ突起がついてたんで、いやこれは間違いなく突起についてる異常巻きアンモナイトだと普段分かって、でまあいろいろこうクリーニングをして、でこう2つに分かれちゃってたんで、それもくっつけて、こうクリーニングした感じになったのがこちらになるんですけれども、でこれをですね、アンモナイトに詳しい方に見ていただいたところ、まあハイファントセラスというですね、異常巻きアンモナイトだということになりまして、まあ、これ掘った化石は突起がこう2列しか見えなかったんですけども、まあ、本来はですね、ハイファントセラスっていうのはこう4列の突起があるアンモナイトで、でまあこのなんで2列しかないかっていうと、まあそうですね、このアンモナイトセンターは地層にこう直接化石が埋まっちゃってるので、やっぱりその化石になる段階でやっぱりこう破損してしまうことが多いんで、やっぱりその残りの2列っていうのはこの埋まってる間にこう削れてなくなってしまったということですね。はい、まあこちらがですね、今年の下半期ではまあ一番ナンバーワンのアンモナイト化石でしたね。はい、そして栄えある第1位、はい、こちらはですね、もうこれ以外ありません。よっとよっ、はい、こちらです。はい、こちらがですね、アリソプロシアの化石でございますけれども、まあこれ大きさ分かりますかね、もう私の、顔の2倍くらいある大きさなんですけど、これまあ大体、まあ、直
径40センチくらいあったのかなというところなんですけども、それのだいたいまあこの2分の3分の2くらいは残ってて、まあこの3分の1のくらいがこうなくなっちゃってる感じなんですけれども、これはですね、あの1月の10日頃から3週間ぐらいかけて、掘り出したものをこうですね、粘土とか、まあ、接着剤を使って、くっつけたものなんですけども、まあですね、このおへそのところが割ときれいに出てる、化石で、でこのこのところですね、この殻の終わりのところが奥、この地層の奥の方にあるために全部完全には掘りきれなくて、ここがちょっと削れちゃってなくなっちゃってるんですけれども、まあこれがこの化石に入ってた場所がですね、アムナシセンターの体験発掘の露頭の床面ですね、床面から本当にほんの数センチ上っていうところの地層から出てきたもので、まあ、このサイズのメソポタシアが出てくるのはもうちょっと高い、実はロープの上のところで、まあ、本来、掘ってはいけない場所からよく出てくるものなんですね、このねメソポタシアは。でその一番こう低いところから出てくるのは非常に異例なことらしいんですけれども、まあその掘り出すときにですね、実はこのメソポタシアの上にでっかいコンクリションが乗っかってたんです。こう埋まってるこの上にもうとてもでっかい、もう50センチ60センチくらいの大きさの、コンクリションが乗っかってまして、まあ普通のですね、体験発掘露頭であれば砂岩で、まあ、割と柔らかいんで掘りやすいっていうところはあるんですけど、そこは本当にもうカッチカチの、まあ、コンクリションですから、天然のコンクリートみたいなもの方のそれをこう掘るのにもう全然掘り進めなくて、まあ1日で本当に数センチいくかどうかっていうところだったんですけど、まあそれをこうガン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 、タモリとハンマーで掘ってたらば、こちらの右手の手首をですねちょっと痛めちゃいまして、そこから3週間くらいアイシングとしながら、やっとまあ手首がうまく動かなったんですけど、ちょっと頑張りすぎちゃいましたね、ダメージを負ったわけですけれど、まあそれを買い合ってこのメソポタシアを手に入れることができたわけですね、はい。まあ本来このサイズですと没収となるところなんですが、まあこれ半分なくなっちゃってるので、まあ、持って帰ってもいいですよということで、持って帰れればという話だったので、まあ、このサイズになるとまあ一般的な方はまあね、大きすぎて持って帰って置くとこもないからっていう感じで、まあ置いていかれることがあるわけですけれども、まあ自分はですね、まあこれを使って、まあ、今年の春に作った アナゴドリセラスのディスプレイみたいな、あれのもっとでっかいやつをね、作ってみたいというのがあったんで、まあ必死で持って帰ってきましたけれども、まだちょっとね、それが、作り、上げられていないんで、まあそこはですね、来年のあれですね、宿題になりましたね、はい。でですね、まあ今年は結構前半ガンガンアンモナイトとか、まあ、貴重な化石とか出てきちゃってて、で後半ですね、やっぱりなかなか成果が上がらなくて、まあ最近ではまあこんな、アンモナイト出てきましたけど、この間ちょっと短い動画上げたんですけど、その時に出てきたアナゴドリセラスのまあ一部なんですけど、まあ、これもですね、この外側のカーブが結構こう緩いんで、こう結構大きな、まあ、直径20センチ以上クラスのアナゴドリセラスだったんじゃないかなという感じがするんですけど、まあ、今年出た化石は、まあ、とにかくこういう感じの、ですね、かけらがどうしても多くて、やっぱりこの感じで、この綺麗な感じで出てくる化石っていうのはね、あんまり取れなかったのはちょっと残念ではあるんですが、そこはですね、まあ、また来年頑張って、掘り出していきたいなと思っています、はい。まあ、来年のアムナセンター体験発掘の初回はですね、まあ、1月1日は基本的に、施設が休みなので、まあ、土曜日なんですけども施設が休みです。で2日が日曜日なんですが、今年は1月2日は体験発掘は行われないそうで、1回目の体験発掘は1月の8日からになります、はい。
まあ、ちょっと正月気分が抜けた頃になるかなとは思いますけれども、まあ、来年もですね、最初からガンガン持って、いいものを見つけていきたいなと思っています。はい、というわけで今年のアンライト化石ベスト5でございました。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。これがですね、今年最後の、創作力チャンネルの動画になるかと思いますが、皆さん良いお年をお迎えください。ではまた来年別の動画でお会いしましょう。